What's up, everybody? We're back with another reaction, and today we're going to carry on with the XG documentary series Extra Extra. And we're going to be carrying on to episode two. That first episode started to get to me. Like, I mean, definitely brought a tear to my eye seeing like how hard these girls work and seeing everything that they have to go through and endure to be able to advance further in their careers or their potential careers. And some of them just don't make it. It's just, I mean, it's heartbreaking to see that. I mean, especially, I'm sure some of them probably been trying to train for this their whole life. And it's crazy how they started off with 21 and then narrowed down to 7. That's really got to be tough. And especially it's got to be tough on that guy Simon to have to make those decisions and choose. So, I mean, it comes from both sides. So, I'm sure it's not easy on his part to have to say, hey, I don't think you're going to make it, or I don't think you're advancing fast enough or far enough, but hey, unfortunately, that's the industry. Otherwise, it would be so oversaturated if they just chose everybody that was just good or okay. But let's continue on and see how this goes. And if you're new to the channel, please smash that subscribe button and like, comment, share. Thanks a lot, everybody. Let's go. Chan-cha-chan. 懐かしいし。涼しい。メンバーだれん。거기서휴식을하고있습니다하비씨네하이브이즈今懐かしの地に来た思い出映像を撮ってみたんだそうですよねここで私は何周したと思うこれ走って15周ぐらいしたじゃん一日にってこと？だってまたここに帰るのはいつだろうね。また一生ないよ今伝えました。ここに来た時にもっとかっこいい XG でありますよ。合宿ではもうとにかくダンスレッスン、ボーカルレッスンと、まあ、ダンスのレッスンの中で、基本トレーニング辛すぎてもう本当にもう辛すぎましたもうなんかもういやー結構過酷だったと思いますもう基礎トレーニングとダンスとレッスン、ボーカルレッスン厳しいトレーニングだったと思いますやっぱり先生方にもそうだしサイモンさんにも私たちはこうやって変わったんだよっていう姿をお見せするのが大変だったというか力を注いだ部分で辛いっていう気持ちもあったんですけど私たちができるところを見せてやろうっていう気持ちでやってましたこうダンスのランク付けだったりとかこうチーム分けだったりとかそうミッションだったりこうメンバー間の本当にサバイバルっていうそういったところのこうメンタル的なところですっごい鍛えられた合宿だったなって思います、はい、X ギャラクシーはですね世界で通用するアーティストを育成しデビューさせるプロジェクトです最も大事なのはスターになりたいという思いの強さです。
我々は本気です。必ずスターを生み出します。X 갤럭시에는 X 가두글자가들어가고지금은 X 갤럭스라는이름으로좀더다듬어져서이름이형성이됐는데원래는 X 갤럭시였습니다그대로저희는사랑과카리스마를통해이아티스트의각각의캐릭터와팀의색깔을메시지를전달하는X 갤럭시라는게뭔가사운드적으로도되게뭔가저는그게와닿았고저희회사는앞으로도아티스트를 Somebody told me that they did some of their training when they were in Korea at the YG building. If that's true, let me know down in the comments. I'm sure I'll probably learn more about it as we go along with this documentary. If not, let me know. 발굴해서양성해내서제작하는그런브랜딩그런아이덴티티가담겨있는이름입니다 マジかって感じ本当に選ばれてよかったっていう気持ちと韓国に行くっていうこと自体がやっぱり初めてだったし異国の地で合宿を受けるっていうのが本当にもうその時からも緊張しすぎてはい行きますよはいチーズ次にあ次にあラベのラベの次にあ次にあすごい근데그때이제그공항에서내리자마자스태프분들이랑공항을올때이거를보여줘라하는영상을찍어서그때도착하자마자미션이시작됐거든요皆さんお疲れ様です。X ギャラクシーの初の韓国合宿がいよいよ始まります。今回の合宿のダンストレーニングに関する説明をします。トレーニングは、ランク制で行いますランクは A、B、C に分けられ、各ランクごとに最大5名となります個人順位も1位から15位まで、発表しながら、いきたいと思ってます、今回の合宿で皆さんが大きく成長することを期待しています頑張ってくださいありがとうございましたその今回の韓国合宿でやっていくその作り上げていく作品の曲を聴かせていただいて、でその曲に It's crazy how Harvey has that exact same smile from when she was young. And her voice too, like it's right away I noticed. And of course, Kokona, like you can 作品の曲を聴かせていただいて。でその曲に合わせてフリーダンスをしましたでその動画を見る前は絶対やってやる絶対できるってい う, もう自信満々の気持ちでいたんですけどその動画を見た瞬間すっごい一気に体がもう震えてやばいやばいやばいっていう不安でいっぱいになったのをすごい覚えてますすごい飛行機の中でずっと震えてましたと思ってイメージトレーニングしてでダンススタジオに着いたっていう時ももうすごい一瞬だったんですけどめちゃくちゃ緊張したの覚えてます本当に急すぎてもう何やったかも覚えてないぐらい自分フリースタイルが結構好きな方だったんですけどもうめちゃくちゃ下手くそに覚えてあの踊ったのを覚えてます結構緊張しましたフリースタイルの、テストをチェックの目的は皆さんが持っているキャラクターみんなが持っているキャラクターをどのぐらいイメージしてそれを表現するかどうかっていうところが、ポイントですなのでダンスのスキルとかこの辺に合ってる振りをやろうっていうのもすごいいいんですけど今回それじゃなくて、
になるキャラクターが見えるし、今見てると、単純に普通にダンサーです。もっとあの表情のいろんなキャラクターをこのどのタイミングか分かんない状態でフリースタイルになってください。私は今回の観光合宿で、ベストメンバーを選抜する目的はあります。けど、それは皆さんが、それだけ言って、2人の同意がなかったりっていうのは良くないので、みんなが、言ってください。はい。じゃあ、観光合宿、頑張ってください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1日目から本当に違うことを自分の中で学べて、その今日はフリースタイルとかで自分の個性とか表現とかをもっとなんか自分にしかないものをもっと作らなきゃいけないなっていうのを改めてすごい感じて、ちょっと悔しい思いをしたところとか難しいなって感じたところを今回2週間あるので、2週間で少しでもヒントを見つけたりクリアしていけるように頑張りたいと思います。今回の2週間は私はダンスを受けられないんですけれど、明日はボーカルですが、最後の日まで返されることのないように頑張りたいと思います。今日一日終えて、すごく悔しかったです。ダンスも結構頑張ったんですけど、やっぱり、ランク結構下の方だったのですごく悔しかったです。明日には完璧に踊れるように今夜練習したいと思います。これから2週間よろしくお願いします。みんな見てんのって、早く言って。今日はダンスのレッスンがあって、でも撮ってる？うん。ごめん、言ってたの時。ダンスももっと上手くなれるように、あと明日は歌があるので頑張ります。すごい活発だったかもしれないです。こう幼稚園とかでも入学式とか行ったらすごいなんか泣いたりとかすると思うんですけど、私はもう行ってからねみたいな感じで、もう写真とかもなんか全部イエーイみたいな感じで撮ってたので、なんかすごい何でも挑戦したいし、いろんなことに興味があるし、こうなんか自分がこれって思ったことを何でもやってみたい、みたいな、そういう子だったかなと思います。ドラマでその自分がすごい好きなドラマがあって、そこにこう歌って踊るアイドルみたいなこうドラマだったんですけど、私すごいそれ見た時にはこんな世界あるんだってすごい初めて見た時に思って、なんかこういうのも自分もやってみたいっていう風にすごい思って、ダンスってやっぱ洋服とかもすごいかっこいいし、なんかこう同世代の子たちがこう自分はこうですみたいなのをすごい表現してる姿を見た時に、あ、かっこいいなってすごい思って、なんかスノーボードやってた時も音楽聴いたりとか、こうダンスとかも習ってはなかったんですけど、見よう見まねでやってみたりとかして、すごいそこからもらったエネルギーだったりこうインスピレーションとかがあったので、なんか結構小学校 2,3 年生ぐらい、10歳くらいの時からすごい音楽だったりダンスとかには興味がありました。せーの、素晴らしいな。お疲れ様でした。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。すごくみんな共感ますね。できたんで、頑張りました。
イエーイ。13です。13になった。全部頑張りたいです。はい、はい、これでまずまやちゃんの一組どうぞ。いちご、いちご、はい、いちごももらって、はい、あまだいちご食べてないよ。クリームだけだよ。친구들의 이 한계와 굉장히 그런 극도의 스트레스를 받았을 때 어떻게 버티고 어떻게 성장해 나가고 어떠한 팀워크를 발휘하고 그런 부분들을 최대한 경험하게 하고 싶었어요. 왜냐면은 일정은 길다고 하면 길지만 굉장히 짧은 기간이기 때문에 되게 다이나믹한 저는 또 효과를 보고 싶었고 네 그래서 이렇게 아예 A팀, B팀, C팀 이렇게 잘하는 팀, 중간 팀, 제일 못하는 팀 그러니까 탈락 위기 팀 이렇게 딱 정확히 정해줬던 것 같아요. じゃあ1位から発表します、ジュリン、エイミー、カミヤ、はい、レイ、はい、アジャ、はい、ココナ、リサ、はい、ヒカル、はい、リド、はい、チサ、ダダ、はい、マヤ、ユイ、はい、ジュリア、はい、ウイベチサ、はい、1位から、好きなチームで好きなっていうかすごくこのチームの結成に関して自分たちの自分の、合宿全体の評価に関わってくるから慎重に冷静に判断してチームをピックしてください。はい、はい、でジュリンがじゃまず、5名にするか4名にするかっていうのをジュリンに聞いて自分を含めた各ランクの2名だからジュリンは A からは1人しかそして、4名にするか5名にするかっていうのをジュリンがもしジュリンが5名を選んだら、エイリーがもしエイリーが選ばれたらカミヤが4名にするか5名にするか慎重に考えて慎重に考えます。1位になって選ぶのかっていう残酷さというかをすごい感じたのとでも自分も生き残るためにというか選ばなきゃいけないっていう立場になった時にこう一回その感情をこう捨てないといけなかったのがすごい大変だったなと思います。出た、うん、はい、じゃあ B ココナとヒカリココナとヒカリはいヒナヒナ、OK、はい明日か明後日、発表しますので、まずはチームだっていうことを意識してやってみてください。はい、はい、昨日、個人ランキングでは1位だったんですけど5位になっちゃってすごい悔しいのもあってでチームはレベル C の人3人とやることになっちゃってちょっと落ち込んじゃったんですけどだけどここはマジが3人に教えて細かいところも全部教えてあげてみんなで最後は A になるって決めたのでサイモンさんも言ってくれたんですけど奇跡を起こそうと思います。もう
ちょうどや、マッチョ手の模様を全部決めて正解ないから早く決めてもうちょっと曲げて伸ばした方がいいのかな。違ってる。どこかわかる？マヤだけが違うリズム。直そう。はい。すみません。1位はジュリンチームです。はい。ありがとうございます。2位は神谷。神谷。はい。はい。ありがとうございます。で3位が魔女チームです。はい。2位チームはすごく惜しかった。例えば強弱とかは、1位チームよりすごく見えてて非常に良かった。でそれに比べて1位チームは例えば、指とか、手とかそういう角度、あと感覚、手の両手の感覚とかそういうところまでも、ちょっと揃えてたなっていう印象が、もうありのままで言うとそういう印象がありました。はいはい。だから誰が、良くないとかっていう話よりそういうところを自分たちで、判断して1チームも3チームも、そういうところでやっぱり見せるときにそこをなるべく完璧にして見せるっていう意識があった方がチームが、有利に、もっと輝く、もっと完成度を上げる、そういうポイントだと思います。はい。まず1チームずつ、1人メンバーを外してください。제가이렇게나누고하다가중간에각팀의리더가팀에서제일필요없는멤버를방출하는방식을제가제안을했고그리고거기서방출된친구들은또다른팀에서원할시에는이제스카웃이죠예이제데리고올수있는그런방법을했었는데마스팀은決まりました。はいはい。はい、じゃあ発表します。뭐경쟁이라든가정말이기기위해서정말최고의작품을위해서여기서1등을하기위해서의그들의간절함과결과를내겠다는그런프로의식그런부분들과좀뭐극도의스트레스아까도말씀드렸지만또하나는어떻게보면되게이연승에서데뷔를한다라는그과정자체가선의의라이벌이잖아요그래서그런부분들을
확실하게 좀 각인할 수 각인시켜 줄 수 있는 방법이 뭐가 있을까라고 고민했을 때 예, 그런 방법으로 좀 예, 아이들에게 시켰었죠. 예. 4人で呼んでやりました。はい、じゃあ1。はい、じゃあ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 。はい、じゃ
ね、うん、じゃあ3チーム練習してください。はい。よろしくお願いします。お知らせがあります。全員を聞いてください。はい。例えば一人がブレたり、まだリズムが合わなかったり、まだ振りが完璧じゃないっていうのは僕の常識ではありえないです。皆さんはそういうレベルじゃないと僕は思ってたので、3位のチームは、もうトレーニングから、ミッションから外します。で、その場でホテルに帰りますので、大変だと思うけど、でもこの話は今したかったです。はい、はい、明日ミッションはそんなにできないよ、マジ。팀이었고총4명이었죠근데어떻게보면지금 XG 의3명이그첫번째합숙에서3명이나네첫번째합숙에서탈락멤버였었어요1위의팀은카미야팀입니다네2위의팀은주리팀입니다감사합니다네3위의팀은지다팀입니다네まあ、一人で練習しているバージョンを含めて、3位になったチームは、スタジオから、出てってもらいます。はい、なんかもう悔しさと、なんであなたはいつもそうなの、いつもというか、なんであなたはそうなのっていう思いでいっぱいでした。言い訳もできないし何もできないので本当に脱落します、はいっていうしか答えてなかったんですね。でもそこで今思ったら嫌ですとかをちょっとでも言ってたらいいなとかも思っちゃったんですけど、まあその空気的にあれだったんですけど、まあすごい悔しかったですね。マジ何でないの、どうしたみんなの今の気持ちってどんな感じ？アイドルの相手。悔しいです。悔しい。悔しい。どうなってるの？辛いんだよ。
だってみんなが頑張る分他の子たちも頑張ってるから、みんなが上手くなった分他の子たちはもっと上手くなってる。だからキリがないんだよ、辛さと孤独。ダンスレッスンって受けれないんですか？ダンスレッスンっていうか、もうレッスンがないのよ。ほぼ最後の組がちょっとあって、とりあえずは、継続してレッスンをしたりダンスをしたりっていう計画もあります。단순히실력이따라주지않았던거네그래서그거를결과가이제실력이안따라왔기때문에네탈락할수밖에없었죠그미션에서는네Had to been tough. Pretty much being told, like, I'm sorry, but you're good, but not good enough. In other ways of speaking, but yeah, it looks like they really endure a lot of heavy training. So that's a lot of work for that young of girls like that. I mean, you could see it in them that they're all struggling, but they're all fighting through. That makes a lot of sense now. Like when I see some of their videos, like the confidence that they have, like, and they look like they've been doing it for like 30 years. The way they just come into a song like it's nothing now. I mean, I'm sure they probably trained like a mother. For each of these newer songs and all these videos and stuff they do, but like I said, when you see them do it now, it's just like, damn, you girls just kill the game. Like it's insane how like that they've only been coming out with CDs and stuff or music for a few years, and they're doing it better than. They're doing it way better than a lot of the people here that have been doing it longer than some of these girls have been alive. And that's why I have a strange feeling of why some of these groups that are as amazing as they are don't take on the U.S. market like they do, like they should. I mean, the music industry is a cutthroat industry, and they have all the people chosen that they want to succeed and whatnot before it even happens. I mean, don't tell me that's not true. I mean, look at these award shows. They already have these people chosen long before the show's even aired. Or even done, because when you see some of the ones that win compared to some of the ones that should have won, it's like, you know, something ain't right. Like even Eminem said it best too. Like he had one guy or one person, was it Norah Jones or something, beat him and album of the year. I mean, when did you ever hear her music blow up like his did? Not even close. Like not even the same ballpark. And it all these award shows are rigged, especially the Grammys, which is why, like, I really hope that these kind of groups like this really open the eyes of the industry all over the world. As there's a few groups that I listen to from, like, you know, a couple from Korea, now XG, that I feel
should be topping some of the charts here. And you don't even see him in the top 10. It's like, what? How is that even possible? Like with their newest song, Woke Up, that should be like the top, at least in the top 5. Like, not just on YouTube, but I mean, like the actual like billboards. The same with like Stray Kids, like Blackpink, all of them. Like the, well, Blackpink, they were a whole nother, they took on things with the storm, but I mean like Stray Kids right now too, like they should be top of the charts. Like they just don't give these, I don't see why they don't give these groups the chance. I'm glad they're finally like starting to get like let them on some of these big time festivals and whatnot. Just like I'm gonna get to see Stray Kids at Lollapalooza like for the first time. Like that's amazing. That's a huge stepping stone right there. I mean, Lollapalooza is like one of the most well known music festival names next to like Coachella. Like it's insane. Like. I hope XG gets on that set sometime soon too. I mean, I know they're still, you know, fairly new. I'm trying to get you got to have the right ears, so I hear you. And I just hope they get the recognition that they deserve. These young ladies are like nothing I've ever seen. And God bless them, like they deserve everything with what they've endured, what they've practiced with, just they deserve it. They deserve any kind of recognition that they get, and it should be even better than the recognition that they do get. And like, and the fans, like, you guys have been amazing. Like, I'm still learning. I mean, like, there's been a few groups that I started off just reacting to and instantly just became a fan. And they're one of them. And like I've definitely become a fan of XG, like every single one of them. They've got their own amazing trait and their own style. Like this is one of those groups that you can't really have a bias, because it just wouldn't be fair. Because they're all freaking, well, extraordinary. Like, no, it's funny to say, but it's true. Like, and like, I mean, how many groups you see where you get that big of a group where they're all arounders? Like, they all can rap, they all can sing, they all can dance, they can do it all, and they're all visuals, like. Every single one of their they've grown up to gorgeous young ladies, and all I see is them getting even better and better. And that's the thing that probably scares the industry, is that you got these people like Drake, Kendrick, and all of them, like Nicki, Cardi B, and like. And everybody keeps trying to compare them. It's like, no, they're not like that. They may have been influenced by them, but no, you can't compare them. I mean, look at the stuff like that. And plus, look at the lyrics that the type of lyrics they use. They're not talking about nasty shit that that you got the female rappers talking about here, like Sexy Red. Like, she's disgusting. Like, I would...
I can't stand listening to shit like that. Like back maybe when I was like a teenager, oh, that's cool. But now that I've grown up, it's like, no, I need something more complicated. Something that's actually means something. Like these girls, their lyrics are amazing. Some of them, yeah, they may be simple, but they're not derogatory. Like they can come out sounding tough as hell and not even have to swear once. And they've got like they put out positive messages, which I absolutely love about them. It just shows how strong they are. And hell, just keep on fighting, girls. Keep on doing what you're doing. And I hope I get that chance to actually go to the show in October 21st, I think it is, at DePaul University. I hope I get the chance to see him. And see how all of you, how you all are in your element and everything. Like, I want to be around that. I want to see, experience it firsthand. Like, I got nothing but love for all the fans, all the alphas out there. Like, you've been very welcoming to me. And I'm glad I became a fan in the process. And got love for these girls. Like, they're amazing. But I'll definitely catch you all on the next episode of this documentary series. I really like this so far. It's really opening my eyes to see. It's making me respect them even more, seeing what they went through. And this is only just a start. So, yeah, we'll see you next time. And again, much love to you all. Peace out.